滝の道譲るとは、大阪府美濃市の公式キャラクターである。美濃の自然の良さを全国にアピールするために作られた。2010年に開催された第1回ゆるキャラグランプリから参加している。2013年に、朝日飲料の16茶の CM にて、大阪代表として、荒垣結衣と共演している。2013年に、鈴木の鈴木アルトエコの CM にて、大阪代表として、 ハリーナ、西田敏幸、小林青蘭と共演している。デザインと名称は公募により選定された。デザインは2009年6月に公募され、627点の応募があった。イラストレーターの佐藤邦夫を委員長とする選考委員会が開かれたが、優秀作品を3点に絞った者の,の意見が2分したため、2つの作品について市民の判断に委ねることとして、 同年7月26日の美濃祭りにおいて決戦投票を実施することとされた。その結果、福岡県北九州市在住の男性のデザインが有効投票数4137票のうち2327票を獲得し最優秀賞として決定した。愛称は2009年8月に募集され、456点の応募作品から、 大阪府美濃市在住の女性の滝の道譲るが選定された。滝の道は観光地の美濃の滝道から譲るは譲と譲るという二つの意味から名付けられた。キャラクターやロゴは美濃商工会議所に商標登録されている。ありがとうございます。